委員長石きょうは通告してありますんであの、西村大臣、いつも五輪のこと聞くと、担当じゃないんだって逃げ,逃,げ逃げてますけど、先ほどだいぶあの西あ村さんのことに関しては、いい答弁してもらったんで、私にもいい答弁、期待してますけども、まあのまあ、総理はですね、 今回の五輪については、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として、また東日本大震災からの復興を世界に発信する機会として、安心安全な大会を実現するという、その決意は変わってないという談話を発表しております。しかし、この3日ほど前に、ですね非常にあの国民にも影響力のある楽天の三木谷さんが、このままだとやっぱり再延期も必要じゃないかというようなこともおっしゃっています。 まあ国民の皆さんは一喜一憂していると思います。というのは。あの癌に打ち勝ってですね。今水泳で競技で。その代表を勝ち得た。池谷さんのこともありますし。あのそういった方も努力しているのも。国民とすれば、やはりそういう活躍の場を。しっかり。日本の国としても。与えていきたいということがあります。しかし決定権は I. O. C. にありますが。現時点として。 政府の考え、政府の一員として、ですね西村大臣にお伺いしますが、政府のお考えを再度お聞かせいただければと思います西村国務大臣。開催についてということですね。あの 安心安全なご指摘のように大会に向けてです、ね、関係者が一丸となって準備を進めているところであります。海外からの観客につきましては、これはあの受け入れないということで合意をされたところでありますけれども、国内の観客につきましては、4月中を目途として、方向性を出すということで承知をしております。私自身も連日、丸川大臣とも感染の状況とか、特に変異株の状況を非常に関心が持っている、当然のことですけれども、ご説明申し上げたりしながらですね、 安心安全な大会になるよう、私の立場は、とにかく感染を抑えていくことが大事だと思っておりますので、全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております議、まあ、確かにあの、まあ、一喜一憂しながらも、やはり日本の国民とすればです、ね、せっかく勝ち得たこの大会ですから、しっかりやっていくと、ただし、それには条件があると思うんです、例えば、先般行われました聖火リレーがあります。 聖火リレーで、えーまあ、観覧客にです、ね、移動や分散を促す密集の基準を公表しています、そして沿道での人々の方が触れ合うなどをした場合にはー、治癒を呼びかけても改善しなければ、一部区間を中心すると,ということが決まっております、しかし、先日の愛知県などはです、ね、有名人がちょっと出ただけで,です、ね、密集の状況がもうすぐ発生しまして。 えー、区間中止が中止,中止されることなくです、ね、そのまま流れてしまったと、まあ、今後も大勢の署名人のランナーが市街地を走ることが予想されます、まあ、そういった中で、やはりあの国民の意識というのは、去年の前総理の安倍総理が 1, 1回目に緊急事態宣言が発生したときとは、だいぶ気持ちが緩んでまして、やはりこういったことが、 メディアを通して、テレビを通してです、ね、こんなにたくさん人が集まってです、ね、3つの状態が続いていると、やはりここはしっかりとした指導をする気持ちがないと、西村さん、一生懸命毎日、感染状況を把握してもです、ね、やはり現場、国民の皆さんが一緒に協力してくれと、そういう気持ちを発信していかないと、私はだめだと思うんですが、大臣、どうでしょうか。 西村国務大臣お答え申し上げますあのまさに聖火リレーにつきましてはです、ね、大会組織委員会は、沿道で多くの観客の方が触れ合う程度に密接していたり、あるいは十分な間隔を空けずに、複数の列に重ね合っている状態などを注意喚起する場合の判断基準と定め、ま 定めているところであります3月28日に栃木県内2カ所で聖火リレー中に密,に密が発生した旨を公表したところでありますが、これは一時的に密集したもので、中断するには至らなかったと聞いておりますけれども、これに対して、オリパラ事務局からです、ね、密回避に一層留意するよう、組織委員会にも伝達したと承知をしております。あの屋外の感染リスクは確かかに低いんですけれどもしかし えー、例えば屋外でのバーベキューとか、最近ではあの路上飲みという、こういったもので感染が、クラスターも発生をしておりますで、さらには変異株は感染力がさらに強いということでありますので、そういったことも頭に置いていただきながらです、ね、引き続き感染症対策を徹底していただいてです、ね、そして、えー、安,心安全安心を確保した上で、聖火リレーが行われることを期待をしたいというふうに考えております井君、前向きなご答弁ありがとうございました。お礼します Come on,